じゃあまずシャワールームですけど、あ、いいじゃん、まあ、そう、そこ大事なんですよ。出汁とかカップ麺まで、なんか見せれるかなと。新大ハイプ農学部3年麦です。法学部1年小雪です。はい、今日は立夏寮に来ています。イエーイ。皆様の数々のリクエストにお答えして、今日は寮の紹介をしていきたいと思います。イエーイ。いろいろコメントがあって、例えば寮の選考基準ってどうなってますかとか、寮ってどんな感じなんですかというコメントが多かったので、そのリクエストにお答えして、今日は寮のことをバンバン紹介していきたいと思います。そして今日は強力な、はい、立夏寮生の小雪さんにも来ていただいております。はい、新メンバー、新メンバーです。新メンバーです。新メンバーの小雪さん立夏寮にお住まいということで、はい、今日はバンバン紹介して いただきたいと思います。はい、任せてください。頑張ります。心強い。よろしくお願いします。入り口です。あ、ちゃんとインターホンがありますね。はい、インターホンがあって、なんかカードキーないと平日のまあ決まった時間帯とか、休日は一日中カードキーないと入れないようになってます。セキュリティが万全です。はい、おここが普段寮母さんがいる管理室になってます。今は寮母さんっているんだね。はい、います。でも決まってるんですけど、土日も祝日もいらっしゃらないんですけど、でも平日は基本にずっといるので、なんか困ったら相談できます。へ、困ったことがあれば寮母さんに。そうですね、だから安心ですね。うん、で次はここメールコーナーになってて、郵便受け、郵便ポストがドワーッと並んでます。自分の部屋番号とか書いてて、そこにちょくちょく見に来て入ってたら、ここも鍵ついてるので結構物取られたりは心配ないです。へえ。なんかちょっと素朴な疑問なんだけど、例えばアマゾンとかの私は、あ、それ届くじゃん。それはどこに届く、はい、それは寮母さんの方に平日は預けられてで、時間指定は基本的に寮母さんがいる時間帯に来るようにっていうのを言ってて、ね、荷物が来た場合はこういう風に部屋番号が書かれてて、あ、本当だ、荷物。そうなんです。これが例えばもうこういうのが来てますよっていうのが書いてあって、自分の部屋番号が書いてあったら寮母さんのところに行って取りに行くって感じになってます。じゃあ、あれに置き配みたいなことができるんだ。そうですね。すごい。書き留めもあれだね、ちゃんと。はい、書類類はそうなんです。ちゃんともらって帰るし、ね、はい、お新聞は読めるの。なんかこれは寮で撮ってるらしくて、すごい、自分の部屋には持っていけないと思うんですけど、ここで共有、そうですね、共有みたいな。すごいね、新聞読めるってすごいね。新聞って結構お金かかっちゃう。そうなんですよね。それを読めちゃうのすごいね。はい、あ、分かれてますね。分かれてますね。これはこっち側が男子寮で、男子寮になってて、で、ちゃんと自販機もある。自販機がここにあって、結構すごいレパートリーがいいんですよ。飲み物、そうなんです。飲み物だけじゃなくて、お菓子とかカップ麺までちゃんと置いてあるんです。すごい。ちょっと高めではあるんですけど、うん、結構困らないです。もうコンビニちょっと遠いじゃん。そうですね。お菓子食べたいなって思った時に買っちゃうね。ちゃんと買います。すごい美味しそうなんだ。何に買ってこうかな。いいですね。この機会にね。なんか結構売り切れが多い。人が多い。なるほどね。飲み物100円だ。そうです。ここ安いです。すごい。でこっちはもう男子寮側の入り口付近なんですけど、うんうんうん、で逆側に女子寮の入り口があって、あ、ここに集会室がある。集会室ってどういう時に使うの？まだ使ってないのでわかんないんですけど、基本的には寮内の集まり、なんか話し合いとかでよく使われて、うん、でなんか、うん、そうですね、
あとイベントっていうか、なんか寮内のイベントでもちょっと使われてたりっていうのは聞いたりします。まだ使ったことないんで。あ、じゃあこれからあるかな。そうですね、ちょっと今まあコロナでいろいろ、はい、そうなんですね、なんでね、イベントなんかなっちゃってて、はい、そんな感じですかね。この辺はそんな感じかな。はい、ここも歌舞伎あるので26になってます。うん、そうです。セキュリティ万全。はい、万全です。綺麗。すごいね。こうやって女子寮に行くんだ。そうね。なんかデザインがさ、すごい面白いよね。そうなんですよ。なんかプロペラ型みたいになってるんですよ。ね、建物が。そうだよね。男子寮と女子寮、うん、ね。これは。おゆきちゃんの個人の部屋でもあり、はい、ユニットユニットって呼ばれてます。なんかさ、この10個あるのはこれ靴箱。そうです、靴箱になってて、うん、一人一人あって、うん、なんかちょっと見ると見せられるかなんかあの段があって、私もここ気になってたんですよ。こういう風に段分かれてて、もう自分の靴入れたり、あとスリッパ入れたりって感じでやってます。じゃ基本ここはスリッパですか。そうですね。でもまあ汚くはないので。あ、そうだね、なんかマットになってる。そうです、そうそう、素足でも大丈夫。靴のフローリングとかじゃなくて、はい、うん、私はどうぞ収納バッチリです。収納バッチリ、そうです。結構、じゃあもうここ入ってた順に紹介していきましょう。じゃあまずこちらなんですけど、うん、でまずここにあるのが洗濯機と乾燥機になってます。乾燥もできちゃう。乾燥もできちゃいます。基本部屋干しになっちゃうので、結構大事かなって思います。いいな。洗剤は自分で持っててって感じ。はい、そうです。自分で持って、で、うん、洗いに来て、乾燥して、あとも持っていく、部屋に持っていくって感じ。なるほどね。え、人がいない時を狙ってみたいな感じ。結構譲り合って使ってる。そうですね、でもなんか人によってやっぱタイミングまちまちなので、うん、大丈夫、ね、遅めな人、遅めにやる人もいれば、うん、朝早くやる人もいるしっていう2パターンなので、結構あの混んでる時はあんまないかなって。まあユニットによるかな。よりきりですね。よりきり。すごい。これぐらいで、うん、奥に行きたいと思います。で、これここがシャワールームとお風呂場になってて、うん、あ、すごい。お風呂場はいあります。で、じゃあまずシャワールームなんですけど、こんな感じになってます。結構綺麗かなって私は。綺麗めかなって思ったよりはって感じです。全然、うん、問題なくかなって。そうです、そうです、そうです、ちょっと思いました。でこんな感じで、でお風呂も多分めちゃめちゃ気になる人多いと思うんですけど、こんな感じでちゃんとしてます。ちゃんとしてるので、なんかちゃんと浴槽も結構大きめかなって思ってる。余裕あるね。はい、これも交代で入る。そうですね、時間とかは決まってないんですけど、うん、あの入りたい時に、あの空いてたら入りたい時に入ってっていう感じです。一人一人余裕で入れるぐらい。入ります。肩まで疲れるので、うん、いいなって思いました。お、一つのユニットって何人？10人です。あ、じゃあ10人でこう使います。そう、代わり番号って感じです。すごいなんか綺麗なシャワー室でした。シャワー室でした。では、うん、あ、どうしよう。トイレも紹介しますか。あ、一応。まあ、トイレも一応見ておくと、うん、こう綺麗に掃除もちゃんとしてるので、うん、結構そこも綺麗だし、鏡も綺麗だしって感じで、かなと思います。掃除どうはみたいな。あります。結構。でもやってほしいことみたいな。あ、これなんかうちのユニット独自で作ってるんですけど。あ、でもこの辺もじゃあユニットごとに。そうです。
へえ。人ごとに、なんと自治って感じですね。あの自分たちで作ってって感じで。ちょっと奥に行きます。はい。こんな感じでお部屋が並んでます。いや、それぞれ。なるほど。そうです。結構。文字が気になるんだけど、それはあのあれです、あの掃除当番の回ってくる感じ。へえ。ここがちょっといろいろ物を置いてあるんですけど、うん、これがあの洗面台ですね。手洗ったり、あと、うん、ま、洗顔したり朝っていうのもここでやります。すごいハンドソープたくさんある、うん、そうです。一人一人持ってきてちゃんと使い方まで。しっかり結構前のやつなんですけど、なんかまだずっとそんな感じで考えてます、ね。ちゃんと名前書いてある、ね。そうなんです。なんかやっぱ自分のものは自分で用意して自分で使うっていうのが徹底してるので、結構みんなそれぞれ持ってきてます、ね。へえ。じゃあ、でじゃあちょっと多分いろんな人が気になってたキッチンだと思うんですけど。ここキッチンなの。ここキッチンなんですけど、結構本当のダイニングキッチンって書いてある。そうなんです。失礼します。失礼します。でこんな感じでなんかいろいろ物をみんなそれぞれ置いてはいるんですけど、こんな感じで、そうですね、ゴミ箱もあったり、レンジもオーブンも、ちょっとオーブンは古いんですけどレンジは結構新しいものなので、いい感じ、みんな使ってますね。うん、自分の持ってきてる人もいるんですけど、レンジとか、はい、でもここの使ってる人は使ってるし、なんか個人個人で変わってます。うん、それぞれです。かなりIH IH だ。そう、そこ大事なんですよ。家事の心配がないね。ないです。確かにめちゃめちゃいいです。ガスとかさ、はい、火だとちょっと怖いです。やっぱ危ないですね。いや充実してる。してます。結構皆さんいろいろ、なんかもともとコロナの時は多分ここで食べてたりしたのかなと思うんですけど、それがなくなったのか、あの全部ここに置いて、あともう部屋で食べてるって人が結構なるほど。そうですね、ここへのもあの置いてってるって。そうですね、みんな使ったりするの。いや、これはもう一人一人です。一人一人、個人個人、まちまちですね。ちゃんと IH が3台、10人いて3台か。そうです。さあ、本当だ、3つあります。ただなんか私今まで混雑したなって思ったことあんまないんですよね。なんか来るときはやっぱり人が多い分、朝とかめっちゃ混むのかなとか思ったら、意外とみんな生活リズムというか、やっぱバラバラなことが、一限の人もいれば三限からの人もいるし、本当にそれで全然合わないなとか思いながら、結構あの混まないので、大丈夫だと思います。自炊してる人がちなみに多い。基本でもなんか作り置きして、週末作り置きしてタッパーダバーって作ってる人もいます。それを部屋に置いてで温めてもう終わりみたいな。えすごいです。すごい、まだそこまでできてないな。できてないの。しっかり料理もできちゃうの。できちゃいます。なんか量ってなんかお湯沸かすだけなのかなとかすごい思ってたに。でもちゃんとしっかり料理もして充実した食生活を送りそう。はい、いける、大丈夫です。ただここ注意必要なのが冷蔵庫がないので、冷蔵庫は自分で持ってくる必要になるかな。じゃあ部屋に置いて食材とか、はい、そうです。管理はそうなります。買い物ってさ、どの辺に行く？スーパー。スーパーですね。シニーズとか、あ、ハラシに行きます、主に。なるほどね。じゃあそこまで歩いたり頑張って。自転車どこ？自転車とか歩きとか、いろいろですね。もう15分、20分ぐらい。そうですね、結構あるな、坂がなって思いながら、まず一発目に坂があるので。そうそうそう。坂が大変。綺麗やな。見せるの恥ずかしい。あ、綺麗ですね。すごい姿見がついてんのね。ちょっとあの狭いっていうこともあって、いろいろ工夫してやんなきゃなと思って。でも、個人個人の部屋に
まあ、電子レンジなりをこう置いてる子もいるっていうことなんだね。そうです、私が典型的な例で、これも電子レンジも置いてるし、炊飯器も置いてるし、冷蔵庫も置いてるので、ここから食材持ってキッチンまで行く感じになってます。じゃあ割とここでも全然ご飯炊けるし、電子レンジあるから割と食べれる、はい、食べれますね、全然食べれます。なんかあと結構工夫してる点って言ったら、ベッドの下の収納をめちゃめちゃ活用して、すごい工夫して、わちゃんとスーツケースというか、ケースを、このベッドはもともとついてて、これはついてます。でその中に押し込んでる。そうです、押し込んで、なるほどね。もしかしてこのグレーの座布団というかクッションはこれはもうテレビを見る定位置なんですね。そうです、テレビがある。テレビを持ってきました。いいね、割と広い。そうですね、意外と思ってたよりはいろいろ置けるなって思いました。置けちゃうね。もうちょっとぎゅうぎゅうかなって思ったんですけど、結構、でなんかあと言っちゃえばここの机とこの引き出しもどっちもあれです、そのまま、あったやつです。そうです、すっごい綺麗な机です。でっかいし、勉強するに持ってこいかなって。すごい広い。ライトは自分で買ったんだね。あれはライトは自分で買いました。すごい綺麗、私の机より全然綺麗。物を置いてますから。いや必死に綺麗にしたんです今日のために。ありがとう。すごい。あとエアコンもついてる。ついてます、ちゃんと冷暖房です。完備、完備です、ちゃんとしてます。いやもうこれで夏も冬も快適に過ごせるんじゃないかみたいな、はい、収納スペース、なんか収納もちゃんとあるんだ。なんか見せれるかなと全然、ね、キラッと全然大丈夫、キラッと。でも物がたくさんあるんで、でも結構収納できるね。めちゃめちゃすごい、めっちゃ収納できる。こんな感じ、うん、これが2個あるでも でこれだけの広さでこの収納あれば結構大丈夫かなって思います。なんか服とかもやっぱりここに入れてはいるんですけど、下ベッドの下使うと余裕で入るかなって思います、ベッドの下いいね。なんか今すごいいっぱいこっち今クローゼットにも入れてるんですけど、でも、あの季節代わりのやつがまだあるだけなので、衣替えのやつ今ちょっと中途半端な時期じゃないですか。なんで2種類あるからいっぱいあるだけで、普通に考えたら全然どっちもで片方だけでもいけるかなって思います。なんと収納もバッチリで、はい、すごい、ベッドも机もついてて、ちょっと部屋に干せるようにこう上に、あ、そうです、あります。そうです。ただこの棒だけはついてなかったので、はい、こっちがついてたんだ。そうです、このリングだけが、リングっていうか上から吊るすやつだけあって、この突っ張り棒みたいなのがなかったので、これだけはあの買って、あの入る人はあの買っといた方がいいかなって思います。物干そうと思ったら。実を言うと寮の中、寮に入った時に私結構もらい物が多かったんですよ。前いた先輩がいなくなるじゃないですか、はいはい、3月で卒業されたりとかして、その先輩が置いてったものが下のさっき言った集会室に置かれることが多いんですよ、さっきの。でそこにいろいろ物があるので、ちなみに言ってしまうと、この冷蔵庫もらい物です。マジで。いいな、めっちゃ綺麗だな。だってプラズマクラスターだよ。うん、なんかこれはもらい物で、で、あとそうですね。あ、すいません、紐が。紐が長く。電気の紐がね。ちょっと長めに。で、このもらい物だし、これもさっき言ったの。もらい物で結構あります。これは次のとこに持ってく人いないので、あんまり、あーね、今ね、これはね結構あるので、来てすぐはちょっともらい物探しに行ったりとかいうのもおすすめかなって、手かなって思います。そうするとね、引っ越し代浮くし。そうなんです、めちゃめちゃ。だからあの寮の見学もできるので、私はそこで結構あの3月末とかに入居決まった後ぐらいに見学に来たんですよ、一回。そしたら結構
先輩方がいらしなんか卒業して引っ越した後ぐらいだったのでタイミング良くてもらえた、うん、もらっちゃってっていう、もう集会のそうさっきの集会場集会室に、はい、いる人持ってってみたいなものが3月あたりはどっと枯れてるみたいな。そうですね、末は結構3月末はあるかなって思います。ただ4月の頭ぐらいまではそれこそ引っ越してきた後ぐらいまではあるので、うん、あの部屋で例えばなんか壊れあの買って早々壊れちゃったとか家電とかも置いてあったりするので、結構いいと思います。それで結構浮いたかなって。確かに、お金はめちゃめちゃ大事です。このさ姿見もさあのごめんなさいね、私姿見もこれ備え付け、いや買いました、買った、あ買ってあの立てておくのがちょっとスペース取るかなと思って、うん、もうここに置いてあの、うん、実際にドア開けるときに自分の姿が見えるので、うん、自分今大丈夫かなって感じで自分ちょっと出れるかなって感じで確認してから行けます。これはあるというかも結構おすすめです。テクニックですね、それは。なんかあるかな、なんかなんだろう、あ Wi-Fi とか気になるかも。あ Wi-Fi はちゃんと、うん、あのあれです、置いたっていうかつなげ、うんうん、有料ではあるんですけど、ちゃんとルーターもここから伸ばしてあります。ちょっとなんか配線が汚いんですけど、ルーター買って、ルーターそうですね、ルーターは買って、で、あとそうです、あの契約してって感じですね。こんな感じです。じゃあここで授業を受けたりも、はい、してます。この部屋のお気に入りの。やっていいですか。どうぞ。なんですけど、これめっちゃ好きで。ハリネズミ。そうなんです。ハリネズミ見ますかね。ハリネズミのカーテンがお気に入りで、うん、でもこれが欲しいって言って家具屋さんで、うん、もうオーダーメイド？オーダーメイドではないんですけど、あの地元では売り切れてて、何軒か探してあって取り寄せしてもらってって感じです。すげえ。可愛くて。かわいい、すごい、これで明るくなります部屋が、うん、すごいかわいい、うん、でもカーテンも自分で自由につけられるよね。トトロがいい、そうトトロじゃない、トトロですか。地元から持ってきました。かわいいじゃん、気になってたんだトトロいるって思って。そうなんです、かわいいね、ちゃんと工夫をして、はい、部屋で結構工夫してますね、うん、あとなんか一人暮らしの最初はあるあるだと思うんですけど、うん、寂しいじゃないですか、うん、テレビないと死んでました。ちょっともう精神的に辛くなっちゃったので、うん、あなんかテレビない人とかもいるけどさ、いますやっぱあるとさ、なんかリアルタイムで動いてるから、そうなんです、ね、寂しくない、だって麦ちゃんなんかもうドラマドラマアタックなのでもう毎日毎日テレビ見てる。一人暮らしテレビやった方がいいなって思う。音がないと寂しいよね。寂しいです、うん、あ、そうだ、あの隣の人の声とか聞こえたりしょ。聞こえないです。すごい。防音バッチリなんだね、じゃあね。防音バッチリです。今すごいうるさくしちゃって申し訳ないなって思って。防音バッチリ大丈夫です。じゃあアパートとかだと変にね、安いとこだと壁が薄いとかあるけど。聞こえちゃいます。歌声とかすごい聞こえそうですね。聞こえるけど、でもここは聞こえないんだ。大丈夫だと思います。確かに鉄筋なのかな、なんかすごいしっかりした作りで。してますね。そうそうそう、言っておくと、個人個人の部屋にブレーカーがあるので。へぇー。これブレーカーだった、ブレーカーだと思います。ブレーカーって言ってたね。ブレーカー。じゃあこう、バツッと量全体が落ちちゃうとかじゃなくて、まあ落ちるんであれば。ここだけっていう感じですね。例えばもうあの電子レンジと炊飯器と、あのドライヤーをバーって使いまくって、あそれたらここだけ落ちるって感じ。あなるほどね、迷惑かからないちょっとそこ心配になったとこであったんですけど、へ、うん、意外と、うん、そうですね、なるほど、部屋はまあこんな感じかね、こんな感じですね、なんか、ね、うん、来たばっかで全然何もないんですけどまあこれかな、これから多分めっちゃ増えていくと思います。すご
綺麗にできるように頑張ります。言って1ヶ月1ヶ月くらいです。半ぐらい、ね、1ヶ月ぐらい。そうだね、まだ引っ越したてほやほやだからね。そうそう、こんな感じだよね。何もないです。これからだね。これから発展していきます。はい。ということで寮内の紹介が終わりました。はい、ということでこれから小雪さんにいろいろインタビューしていきたいと思います。はい、寮について気になることバンバンインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな青空の中で熱って気になる、皆さん気になるかもしれない。一緒に映ってるのが立花寮です。じゃあ最初まず立花寮の家賃ってどのくらいですか？そうですね、まず基本的な家賃が1万3000円になってて、そこは毎月なんですけど、プラスで光熱費がかかるので、うん、それがだいたいホームページに載ってるのだと約基本は7000円ぐらいかなみたいな感じになってます。ただ自分の部屋で使っちゃうと結構上がっちゃったり。あ、そうだよね、電気が、はい、だってね、おのおのの部屋 でブレーカーのブレーカーとかね。はい、なんでそこで自分の部屋使っちゃうとやっぱかかるし、うん、って感じで、あと共用スペースのところは割り勘になの感じになってるので。なるほど、はい、そんな感じ。じゃあ水道代とかは意外全然あんまり困らないね。そうですね、なんかでもまだ、うん、よく分かってないところがあるなとなんですけど、1ヶ月がついてる、はい、ですけど、でもそこまでなんか問題あるとは聞いたことないので、うん、大丈夫だと思います。じゃあその辺はじゃあ1万3000円とプラス7000円でだいたい月2万円ぐらい、2万ぐらいですね。なるほど、2万円ぐらいで暮らせちゃうんですね。暮らせます。じゃあ寮で1ヶ月生活してきたけど、ぶっちゃけ寮の生活高校生の頃からのギャップとかある？ギャップ、うん、寮の生活考えてたのは、うん、やっぱりその先輩がめっちゃ怖いとか、すごい悪い方に考えてたんですけど、でもなんか全然そんなことなくって、先輩めっちゃ優しいし、あと同級生も仲いいし、全然心配なかったんです。そこのいいギャップはあります。いや、人間関係の心配はもう全然ない。はい、今はないですね、うん、なんかユニットっていう、はい、単位があるので、なんか、そうですね、共有スペースを一緒に使う一単位がユニットでなってます。一、うんうん、ユニット10人で構成されてます。10人で掃除当番を回したり、まあ、そのスペースで暮らすんだね。はい、ご近所さんみたいな。そうですね、そんな感じです。じゃあユニットでお掃除したりするから結構ね、協力してやってるんだね。協力してます。結構気になったのが日用品関係なんだけど、はい、例えばトイレットペーパーとかそういうのはどうしてる？トイレットペーパーとか、うん、なんていうんでしょう、トイレは共用なので、うん、そういうとこで使う消耗品は基本ユニット費っていうのがあって、そのユニットで生活するため のお金っていうか、月そんな数百円ぐらい集められてて、でそこから出して買っていくって感じですね。じゃあ共用のものはそのユニット費から出るから、はい、まあ、ユニット費もちょっとプラスかかるけどそんなにかからない。かからない全然。うん、じゃあもう気にすることもない。ないですね。じゃあ洗剤とかそういう石鹸とかは自分で買うけど、自分で、はい、トイレットペーパーはじゃあユニット費から出る、はい、あとなんかその共有スペースの掃除道具とかも全部ユニット費から出ます。そうだね、確かに、なるほどね、はい、じゃあさ、ぶっちゃけさ、引っ越して最初初期費用みたいなどのくらいかかった？まあ、冷蔵庫とかさっきもらったって言ってたけどそうです、初期費用は大体どのくらい？なんかアパートとかだとなんか敷金礼金とかもあったし、あといろいろ買わなきゃいけなくて結構かかっちゃったんだけど、ね、寮だとどのくらいなんだ？寮だとでもやっぱり敷金礼金はもちろんないので、うん、あとベッドも机も備え付けだし、うん、でまあ、椅子ももちろん備え付けなので、うん、そうですね、まあ、強いて言うならやっぱレンジとか家電を私は個人的に自分のもの持ってたかったので、うん、それにちょっとかかったなっていうのと、うん、あと棚とかそういう
ものなんです。あのお気に入りのカーテンとかね。お気に入りのカーテンとかです、はい、その辺にかかったぐらいなので、うん、そうですね、そこまで、うん、どれぐらいかかでも具体的な金額出ないですけど、うん、一人暮らしよりかはか、あの、うん、一人暮らしっていうかアパートとかよりかは全然かかってないっていうのは言えます、うん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 、あ、じゃあもうお財布に優しいし、優しいです、うん、じゃあ寮って結構その選考基準とかどうなってるのかな、はい、なんか、はい、結構限られてるじゃん、はい、なんか寮の倍率とかどのくらいだった？結構でも、うん、やっぱ結果発表見るときに、うん、やっぱ連番なので連番で、うん、あ抜けてるっていうのはめちゃめちゃ見れたから、うん、あ倍率めっちゃ高かったんだなっていうのは思いました、うんうん、でも選考基準は基本的にやっぱ、保護者の、うん、年収とかそういう経済関係のこととか、あと基本的には大学に大学から自宅までの距離が主にっていうか最初の段階で、うんうんうん、そこがあまりの近いとやっぱ無理なので、うん、ある程度の距離あってっていうのがそれぐらいですかね。あと結構基準あったと思うんですけど、うん、あんまり明確には、うんうんうん、でもまあその中でね、なんか抽選に運よく運よく詰めたけど、はい、あ、じゃあ実際に生活してて、はい、なんか困ったこと、困ってることとかある？困ってること、あ、でもやっぱ人が多い分、うん、汚れとかその埃とかは溜まるの早いかなって掃除してて思ったりはします、うん、掃除ってだいたいスパンどのくらいなの？1週間に1回とか？そうですね、なんか1週間に1回か3日に1回ぐらいで、なんか汚れ気になったら私はその都度すごいやるようにしてます、なんか気になっちゃう、あ、気になっちゃうね、やっぱ綺麗に保っておきたい、はい、おきたいです、うんうん、ということで今日は寮内をツアーして寮生の小雪さんにインタビューをしていきました。初撮影どうでしたか？めっちゃ緊張しましたすごい緊張しました。いや、もうお部屋にお邪魔いたしました。すごい楽しかったね。皆さんにも寮の情報をたくさん、ね、お伝えできたんではないでしょうか、はい、この動画を参考に寮についてぜひ検討してみてください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、 SNS のフォローもよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。